忘れないに染められた目よりかもこんにちは、アシブリーです。今回ですね、ファンディングをした、理由というのがですね、僕あの2つありまして、一つが、このアシベリーで、次の、新曲をですね、たくさんの人に、見ていただきたいので、次の、新曲のプロモーションがしたいっていうのと、あともう一つがですね、これはちょっとあのアシベリーとしてではないのですが、僕個人になってしまうんですけれども、あの僕実は、笑っていいともという番組でいいとも青年隊としてデビューをしておりました。アシスタントで、その後月曜日のレギュラーをさせていただいたんですけれども、その唯一僕がやれなかったというか、やれるわけがなかったというかあのおこがましすぎるんですけれども、司会という、ポジションをですね、やったことがなかったので、今回その僕の思い出の地スタジオアルタを借りて、自分が司会をする生放送番組をしてみたいという、野望に、満ち溢れました。そこに、オープニングで、その番組のオープニングで歌とダンスなんかを入れようと思うんですけれども、そこにその我々アッシュベリーの新曲を持ってこようかなと。なので番組をやりたいんですけれども、オープニングで僕たちの新曲を出して、その後に生放送の番組をやるという、このちょっと前代未聞な挑戦したいと思います。というわけで、目標を掲げてやっておりますので、ぜひ皆さん、ご協力の方いただきますようよろしくお願いします。番組の閲覧もそうですし、観覧もそうですし、もう本当にたくさんの方が見れるように、聞けるような、状態にしたいと思いますので、ぜひご協力お願いします。おしべりでした。